ュース。アベノマスクです。はい、どうもです。親父です。ですね、今日のテーマは、先日ですね、私が睡眠時無呼吸症候群ではないかと。で、まあ自分自身でその病気っちゅうんかな、それを疑って病院に行ったわけですけれどもね。で、今日はですね、その無呼吸症候群についてちょっと話していこうかなと思っております。で、あのですね、あ、申し訳ない。先日、Facebook だとか、Twitter にですね、私もしかしたら無呼吸症候群になったかもしれないと言ったことを載せたところ、結構ね、反響がありました。あ、僕もそうです。私もそうです。と。で、女性の方もいたしね、男性の方もいたんですよね。で、それ以前にですね、まあ私、糖尿病もね、持ってるんですわ。自慢じゃないけど、糖尿病も持っちょります。はい。ごく軽い、ほんと初期型の、糖尿病、なんですけれども、そんな中ですね、まあ、糖尿病になったよ、と言った時には、いや、僕も私も糖尿病です、という方はね、あんましなかったんですね。まあ、二人かそこらぐらいにはいたかもしれませんけれどもね、こんなにね、無呼吸症候群ですと言って、私もその病院に行ったことがあります。機械を持って、持ってますとかね、なんかどうやら、なんとかいう器具をつけたらすぐに改善しますよとかね、そういった方がね、すごくね、多くてびっくりしてます。なのでね、意外に、この病気って言うんですかね、意外にね、多いんじゃないのかなと思っております。で、これになると、まあ、これね、病院からもらってきたんですけれども、これに、ここはね、今、閉塞性睡眠時無呼吸症候群かもと書いてあるんですけれども、で、私、まあ、なんというか、まあ、睡眠時無呼吸症候群というのもインターネットであったんで、まあ似たようなもんだと思います。はい。で、 SAS セルフチェックとかなんかここにあるんですけれども、まずですね、皆さんに、7つの質問をするので、で、あると言った方は、まあ、覚えておいてください。今から言いますよ。いいですか？後からこれを、こういう感じで。この感じを一時停止してもらってもいいし。いきますよ。で、しょっちゅういびきをかく。まあ、常習的でですね。常習的にいびきをかくと。それはお酒を飲んでも飲まなくても、いびきをかくかどうかということです。で、二つ目。肥満傾向がある。三つ目。高血圧がある。で、高血圧の薬を飲んでいる方も対象です。で、まあ、薬を飲んでいるから、血圧が下がるからいいんだよ、じゃなしに、まあ、高血圧があるということです。で、四つ目。昼間の睡眠、居眠りで困ることがある。で、仕事中、会議中、運転中など、まあ、眠くなる、異常に眠くなるということですね。昼間でも。はい、5つ目。寝つきは悪くないが、夜間の眠りが浅いと。またはしばし目が覚める。トイレで目が覚める場合も含むと。6つ目。
いくら寝ても朝疲れが取れていない感じがする。もしくは朝しばし頭痛がある。7つ目、お酒を飲んでいない日でも昼間寝ている時に息が止まる日がある。いかがでしょうか。で、ここにね、点数があるんですけれどもね、ここに。これがね、ですね、3点。合計がね、3点以上の方は、睡眠時無呼吸症候群、SAS の可能性が高いです。で、もしね、あ、自分はどうなのかな、といったときには、最寄りの医療機関に、で、すべての病院がね、いいわけではありません。この無呼吸症候群に対してね、得意な病気や、病気というか医師がいるんですよ。先生がね。そこを調べて、事前にね、調べていった方がいいです。そしたらですね、的確なアドバイス、治療をね、してくれますので。で、私の場合にも、地元の病院をね、調べていきました。ネットで。で、まあ、そこに行って、まあ、自分の症状を言って。私ね、これね、ほとんどね、当てはまるんですわ。ちょっちゅういびきをかく。で、高血圧はね、高血圧は、まあ、さすがにないんですけれどもね。それでも、もう、お酒、まあ、自分自身でね、無呼吸じゃないのかなと、自覚症状があったんですね。で、うちの家内も、いびきをよくかくと。で、たまにいびきがね、止まるんよと、言ったことをね、聞いたことがあるんですね。なのでね、まあ、そんなの心配ないや、もう年だから、というんではなしに、我々運転するじゃないですか。ね。運転するドライバーで、夜も昼も、そうやって、トラックに乗って仕事をするわけじゃないですか。なのでね、こういう問題はね、簡単に受け止めないで、簡単に考えないでね、どうかの病院に行ってほしいです。で、せっかくね、保険料払ってるんですよ。で、世の中、私もそうなんですけれども、病院に行かなければ儲けだと思うかもしれませんけれども、それ違うんですね。ちゃんと毎月その保険料払ってるんだから、病院に行ってちゃんと検査をしてもらうと、じゃあ、保険の適用になるわけですよ。3割ほど。で、私ね、それ、まあ、行ったんですわ。行ったところ、じゃ検査しましょうと。でね、今どなたか写真があったかな、まあ、写真が、あ、この前先日動画で紹介しましたよね。なんか、この辺にやって、指にやって、あの写真。あの器具をね、貸してもらいました。あれがね、3000円なんですよ。まあ、私の山口県防府市の、病院は3000円でした。保険が効いて3000円でした。で、あれ自分がつけて、一晩測るんですけれども、まあ、どうだろう。この、なんだ?ポリソムのグラフィーというやつですね。これですね。これです。まあ必要ならば一時停止をされるといいと思います。これをつけてね、検査したんですよね。いや、違うか。ごめんなさい。この、簡易検査だ。下の方の。これ下の方の簡易検査ですね。こっちの方。似たようなもんなんですけれども、これですね。で、これ自分でやると。で、ポリソムノグラフィティというのは病院ですね。病院のベッドの上で検査するんですね。はい。すいません。
で、まずですね、まあ、さっきも無呼吸症候群と言いましたけれども、閉鎖性睡眠時無呼吸症候群とはどんな病気かというのをね、まあ、このガイドブックのパクリですけどね、そのまま読み上げていきます。閉塞性睡眠時無呼吸症候群は睡眠中に呼吸が止まるまたは浅く弱くなることにより日常生活に様々な症状を引き起こす疾患です。一般的に閉鎖性睡眠時無呼吸症候群の重症度は AHI、まあ、アルファベットがわーっと続くんですけれども、まあ、無呼吸低呼吸指数で表しますと。まあ、この辺はちょっと、口頭では難しいんでね、ちょっと、飛ばします。はい。で、症状というのは症状、原因ですね。主な原因としては、いびきをかく。いびきは睡眠中に空気の通り道、喉が狭くなり、そこを空気が通るときに喉の壁が振動することによって生じる音です。つまり、いびきをかくということは、気道が狭くなっている証拠と言えます。で、そもそもなぜ気道が狭くなるのか、健常者でも仰向けで寝ると重力により舌や、字が読めない。まあ、口の中の柔らかい部分ですね。それが、まあ、たるんだり落ち込んだりすることによって気道が狭くなります。で、睡眠時は喉の周囲の筋肉の緊張も緩みがちになりますと。で、そのために、やっぱし気道が塞がれて、いびきをかきやすくなるということです。で、主な症状ですね。で、夜中、いびきがうるさい、呼吸が止まっている、寝汗をかく、寝相が悪い、何度もトイレに起きる。無呼吸の間、いびきが止まり、あえぐような激しい呼吸や大きないびきとともに呼吸が再開するという特徴がありますと。あえぐような呼吸をするため、寝汗をかいたり、寝相が悪くなります。また夜中に何度もトイレに起きるなどの症状がありますと。で、これはですね、一人住まいとか、まあそうですね、一人住まいの方はなかなかわからないと思います。なのでね、あなたの奥さんや、もしくはお父さんお母さんだとか、そういった身内の人にね、自分いびき、書いてないかいとか、いびきやたまに止まっていないかとか、そういうことをね、聞かれた方がよろしいかと思います。で、昼間の症状として、倦怠感や頭が重い。呼吸が止まっている間は、酸素欠乏症にあたるため、起床時に頭の重さを感じることがあります。で、体を休めるための睡眠で、酸素欠乏症状態になるので、全身の倦怠感や不眠につながりますと。要するに、頭が酸欠になるとよろしくないということです。で、日中の眠気。で、無呼吸症候群は、呼吸を再開するたびに脳が覚醒するため、睡眠が分断されます。で、本人に目が覚めた自覚はないのですが、深い睡眠が得られておらず、きちんと睡眠をとったつもりなのに、実は睡眠は細切れ状態に陥っているのですと。まあ、まさにね、私がそうなのかなと思って。はい。ほんとね、寝たはずなのになんか寝た感じじゃないんですよね。でもね、それ夜勤の時でやって、まあ、日勤になってね、調子がいいですわ。調子がいいですわ。すこぶる調子がいいですわ。やっぱ人間ってね、昼中動くようになってますわ。はい。で、男性と女性はね、圧倒的に男性の方が多いようです。この症状は。
で、特にですね、肥満の傾向にある40代から60代。で、女性の場合にはね、閉経後に増加しているようです。はい。でもですね、特に肥満だから、肥満だから、どうだこうだということもね、ないようですよ。はい。痩せている人も、なると。うちの奥さんもね、前いびき書いてましたからね。まあそれは、すごく痩せてるんですけどね。体重は37キロぐらいしかないです。でもたまにね、いびきをね、書きます。今寝室が別々なので、いびきを書くかどうかはわかりませんけれどもね。今私時間帯がね、全部バラバラなので、で、ね、途中で、私の奥さんがトイレに行ったり、なんかね、ごそごそすると、私、目が覚めるので、寝室は別々になっちゃいます。はい。あとそうですね、主なところは、まあ今、行ったんでね、で、まあ自宅で、できる改善方法として、まあ、生活習慣の改善をするといいということです。で、減量、肥満が原因でなっている場合には効果がありますと、4年間にわたり体重の変動と AHI の変動について観察した結果では10%の体重が減少で AHI が 26% 減少したという報告もあります。AHI とは何じゃ？さっきまあ、ありましたけれども、ちょっと、その辺は、ちょっと言いましょうか。AHI。AHI とは何ぞや。閉塞性睡眠時無呼吸症候群を OSAS と言います。で、睡眠中に呼吸が止まるまたは浅く、弱くなることにより日常生活に様々な障害を引き起こすと。で、一般的にですね、この無呼吸症候群の重症度ですね、重症度を表すじゃないな。無呼吸症候群の重症度のことを AHI というらしいです。はい。それを AHI というらしいですね。重症度ですね。はい、すいませんでした。まあ、それがですね、肥満を解消することによって、その AHI の重症度がだんだん減っていくと。いうことがね、なんか臨床実験かなんかで、示されているんだろうと思います。で、次にですね、よく言われますね、横向きに寝る。仰向けでなしに、天井を向くんじゃなしに、横の壁に向くと。そういうことによって、ここの軌道が確保できると。まさにそうですね。私もね、仰向けに寝た時には、よくね、自分でね、いびきかいてるな、というのがね、たまにわかります。はい。で、少しでも重力の影響を受けないように体を横向きにして寝ると症状が軽減する場合がありますと。これね、テレビでやってましたわ。いつかね、なんかのバラエティのね、なんかのテレビでやってました。私もね、今、それね、やってます。なのでね、仰向けで寝るということはほとんどしません。絶対私は横向きで寝ます。右も左もどっちでもいいんでしょうけれどもね。ずーっとね、ずーっと、右手を下にすると、今度、こっちの方が痛くなるんでね、また寝返り打ってね、することもあるんですよ。だからずーっとその体勢でずーっと寝るっていうのはね、なかなか厳しいかと思います。で、あと、お酒を減らす。アルコールは喉の筋肉を緩め、アルコールは喉の筋肉を緩める作用があるため、いびき、無呼吸を起こしやすくしますと。で、また寝つきが良くなるんですけれども、夜中に目が覚めたり、
浅い睡眠を増す作用もありますと。これね、病院でもね、言われました。本当重症になったらお酒をやめた方がいいですと。お酒をやめなければいけないと。やめてくださいと言われましたね。はい。以上ですね。で、以上ですね、まあ、不安がある方は病院に行かれた方がよろしいかと思います。はい。せっかくね、保険料払ってるんだから、行きましょうよ。はい。んとね、それで自分の健康を知るのはね、やっぱ大事だと思いますよ。それはね、やっぱ、この動画を見てくれる方はね、40代、50代の方がね、すごく多いんですよ。なのでね、まあ、特に50代の人、特にね、本当、年齢いきますとね、あ、若い時には何でもなかった、というのが、なんか、疲れが取れなかったり、なんか、体のあちこちが痛かったり、私もね、今ね、同じ姿勢でね、ずっと2時間、3時間運転するだけで、ね、お尻が痛くてね、はい、それも、年齢のせいなのかな、と思います。で、やっぱりね、ほんと50年、私58歳ですけれども、58年間、同じ部品で動くわけですよ。人間って。ね、なんか、右肩が、例えば野球なんかをしてて、右肩が痛いなぁと思った時に、じゃあ右肩の部品を変えれば、そんなことできませんよね、人間は。機械ならばね、車とかだったら、タイヤが痺れば新品をつけられるし、ホイールがね、割れれば新品をつけられるし、エンジンがめげれば、新品のエンジンを持ってくればいいし、でも人間の場合にはね、頭がちょん切れて、で、新品の頭を持ってくるわけにはいかないということなんですよ。同じ部品をずっと使うので、どっかでね、痛み、衰えあるわけですよ。なのでね、その辺はね、しっかりと自覚して、早く治療すれば安いお金で早く治るということです。それをね、しっかりと我々の年代はしっかりとそれを肝に銘じて日々を過ごしていかなければなりません。本当ね、そんなことでね、事故でも起こしたらね、それはね、大変なことですよ。そうなる前にしっかりと病院で診てもらって、しっかりと治療して治すということが大事じゃないかと思います。それでは、この動画は以上になります。で、私の動画は ですね、特に初心者さんや、これからトラックドライバーに興味がある人向けに発信しております。で、このようにですね、私も58歳で、運転歴が30数年以上ありますので、私の経験をもとに話しております。それでは、お役に立つ情報をこれからもますます発信していきたいと思います。それでは、皆さん、くれぐれもご安全に。